今日はですは、ね、まだ雪が残るリステル猪苗代の猪苗代ハーブ園に来ています,す各地で開花の便りが届くと期待で胸が躍るのは桜ではないでしょうか、はい、こちらでは一足早く春がやってきましたじゃじゃん桜が咲き誇っているんですねでですね綺麗ですよ、ね、ううこちらでは 明日から外に雪がある中でも桜を楽しむイベント雪見桜がスタートをするということで今回特別に開けていただきました温室ハウスの中なんですけれども、えー、常時10度から20度に保たれているということで、えー、一足早く開花しています。え桜はでですね全部で5種類50鉢が 植えてありましてこちらはですね淡いピンク色の一枝咲き御殿場桜ですそしてそのお隣はフリルのような八重咲きの松前桜ですそしてですねこちらまだ五分咲きのしだれ桜なんですけれどもこれから徐々に開花が進んでいきますとしだれていき優美な姿を見せてくれるそうです さあ桜の花びらをよく見てみますとお二人とも気が付きませんか花びらハートのような形をしていませんかああ確かにそう見えます <laughs> 切れ込みますい、はい、その見えますよねそのハートの形に合わせて今回初登場したのがこちらハートの風船を飾った幸せロードなんですねす その数なんと四百個です。うわ、すごい。ここですね。道が続いているんですね。私はまだ具体的な予定はないんですけれども。はい。この道を未来の旦那さんと一緒に歩くのをイメージすると、いや、素敵ですよね。スタジオのお二人も共感できませんか。本当幸せな気持ちになれそうですよね、はい。そうですね。<laughs> はい。 いい思い出になりそうですよね、そして結婚式といえば、ジューンブライドという言葉をよく耳にすると思いますが、ジューンブライドといえば6月、6月といえば梅雨、梅雨といえばそう、傘、幸せロードを歩んだ先には、色とりどりの傘の花が浮かぶアンブレラスカイが広がっているんですね、その数、なんと700本。 もう水鏡に映るその光景は幻想的な美しさですよね、もう魔法の世界にいるような気分を味わえましてここで願い事をしたらかなうような気もしますよねところで、なぜハートやアンブレラが飾られているのか<あ>ここからは猪苗代ハーブ園の鈴木さんに教えていただきます。すね、よろしししくお願いしますお願願いいいまますすはい そうですね、雨の日でも来てくれるようにとです、ね、もともと結婚式場だったのを有効活用しまして飾ってみました今では新郎新婦さんが前撮りなどでこちらに写真を撮りに来てくれています素敵なアアイデアですよねありがとうございましたそしてこちらのアンブレラスカイは明日と来週の土曜日限定でライトアップも行うということなんです。 日中とはまた違った姿を見せてくれますさあそしてこの傘の花も桜もなんですけれども花より団子という方必見ですこちらの売店には桜味の和菓子をいくつか用意しているんですねたくさんあるんですけれども私はこちらの桜あんみつをいただきたいと思いますピンク色です なんか桜の色っていいですもんね、うん、見た目からねやっぱり桜には和菓子がぴったりですよねこの桜の甘い香りに包まれて格別なおいしさですねそしてですねこの期間限定でこの猪苗代ハーブ園があるリステル猪苗代ではあるスペシャルディナーも用意していますそれがこちらです いちごスイーツバイキングなんですね<ー>ホテルに宿泊した方が対象でいちごを使ったプリンやいちごパフェそれから大福やぜんざいなどいちご好きにはたまらないおよそ10種類が食べ放題できます、えー、いちご、ね、は県内産をメインに使っているそうです、うん、はい、うん、おいしそうやはりいちごといえば やっぱり出会いは一期一会ぜひ皆さんも恋人や友人と一緒にこちらに来て楽しんでみてはいかがでしょうかこの雪見桜とアンブレラスカイは明日からスタートして今月末までの期間限定オープンとなっていますぜひ皆さんも贅沢なひとときをお過ごしください いちごといえばいちご一会とはなかなかならないような、ね、<laughs> 気もいたしますけれども、ねはい、あの本当にすてきな空間でね、うん、食事もいろいろあってい、ね、ろんなところで写真撮りたくなりますね。い、ね、会の出ももあるかもしれません <laughs>